ってこと税理士士公認会計士の小武ですよろしくお願いします。今週の写真ですが、1月ということで、縁起の良い富士山、この写真を選びました。箱根芦ノ湖の鳴川美術館の展望ラウンジから撮影した写真でして、時期は11月。 に撮った写真となりますそれでは本題の方に進みたいと思います。本日のアジェンダです。1月3日から9日の主な税務です。本年最初の給与支払い日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する必要があります。1月4日火曜日、10月決算法人の確定申告、 4月決算法人の中間申告の期限日です固定資産税第3期分の納付の期限日でもありますただしこちらは条例におりますので地方自治体にご確認をください12月24日から31日の気になるニュースですまずは税務から令和4年度税制改正大綱が24日に閣議決定されました 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について、対応が困難な事業者の実情に配慮し、出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置、有助措置といわれます。こちらが講じられております。27日に改正省令が交付されております。財務省のホームページに、有助措置の内容について、 詳しい説明が掲載されております令和3年度税制改正の時電子帳簿等保存制度の見直しの概要として所得税法人税に係る保存義務者は令和4年1月1日以後に行われた電子取引の取引情報を電子データのまま保存しなければならないこととされました。 改正前は、電子取引データを出力することにより、作成した書面等の保存をもって、その電子取引データの保存に変えることが可能でした。この件、令和4年度税制改正の背景として、大企業であっても、令和4年1月1日までの間に、対応未完了の事業者が多数いること、中小企業においては、 制度の認知が十分に進んでいないという状況がありました。そのため、令和4年度税制改正の概要として、しかもこの内容は、令和3年12月27日交付改正省令により、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、 保存要件に従って保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には引き続きその出力書面による保存を可能とするこの有助措置の適用にあたっては納税者から税務署長への手続きなどは要しないとされております具体的なイメージ確認しましょう 電子取引の取引情報の電子データを従前と同様に書面に出力して保存しておく税務調査があった場合には税務職員に対して社内のワークフロー整備が間に合わなかったあるいは今後保存にかかるシステムを整備する意向は有しているなどその事情を口頭で回答していただければと思います。 ただし、令和6年1月1日かは、どちらにしても、この電子取引の電子データ保存、適用されることになります。2年、有助措置が設けられましたが、その間に準備を進めていただけるようお願いいたします。電子帳簿保存法、消費税インボイス制度の 概要については、大型会計ホームページを参照していただければと思いますコロナ関連のニュースですオミクロン型の各地での市中感染が確認感染者数はじわじわと増加しておりますオミクロン型の性質ですがイギリスの保健安全局17日に公表されている報告書によりますと 感染力は高く、重症化リスクは低い、3回目接種、治療薬の効果があるということです厚生労働省は24日にコロナ軽症飲み薬、モルヌピダブルの承認をしておりまして投与も始まっております日本の政策関連のニュースです 一般会計総額が過去最大107兆円。2022年度予算案が決定しております。内容としては、高齢化で社会保障費が増えております。巨額借金の返済額も増えております。借金の返済よりも新たな借金が増えている状況です。つまり 赤字補填中の状況であります。成長戦略、分配戦略に国が関与するという内容になります。成長戦略、分配戦略は民間主導でやるべきだと私は考えております。国の方はまあ規制改革等によってサポートの立場でいていただけると、 いいいのではないかと思っております国としてやるべきことは少子高齢化また教育の投資ここが大事なとこなのではないかと思っております、えー、日本の政策関連のニュースの2つ目2020年度国民経済計算年次推計が内閣府から24日発表されました内容ですが 1>, 1人当たり名目 GDP は約428万円、実質 GDP は4.5%減、これはリーマンショックの3.6%減を上回る落ち込みです。経済協力開発機構加盟38か国中19位、家計貯蓄率は13.1%と、19年度の3.7%から大きく上昇しております。 雇用者報酬は1.5%減ってはおりますが、労働分配率、こちらは75.5%で、1955年度以降、最高の水準となっております。これは何を意味しているかと言いますと、経済の落ち込みの幅が大きい。で、その大きさに比べると、給与の減少というのは少なく済んだ、少なかった。 こういった状況にあります企業関連のニュースです旅行を置いて HIS 子会社2社の不正がありました政府の観光支援事業 GoTo トラベルの給付金を不正受給した疑いについて HIS の調査委員会は24日最大6億8千万円の不正受給があったと認定しております 補助金・助成金をめぐる不正というのは多発しておりまして経済産業省の職員までにも及んでおりますここで一つ考えておきたいのが不正を考える上において不正のトライアングルといった理論があります不正行為は機械動機正当化この3要素で発生するという内容です コロナ関連をめぐる補助金助成金については当然、機会としては補助金助成金をもらえる機会があるということ自分たちは困ってるあるいは自分たちはお金が足りないあるいは自分たちは売り上げを上げなければいけないそういったプレッシャーやインセンティブが生じていること。 そして、どうしてもコロナ禍で苦しい業種、会社あります。そういった中で、自分たちは苦しい立場にあるんだ。少しぐらいお金をもらっても問題ないのではないか。そういった正当化が生まれやすいという状況であるということです。コロナ禍においては、困っている人が、 もらうべきお金を迅速にもらえるようにするために手続き等は簡素化されておりましたなのでそれによって救われた方は多いと思いますただし不正受給というのは良くないことです正しいことをしている人が損をしてしまう結果に繋がりかねません えー、今コロナ関連の補助金助成金をめぐった部分では、えー、後のチェックとして、えー、摘発が進んでおります、えー、操作の方も進んでおりますぜひ正しい使い道をしていただければなと思います本当のお金持ちへの道ステップアップ講座になります この講座では、豊かで幸せな人生のための準備、そして豊かで幸せな人生のための実践、えー、こちらについて、えー、講義をしていきたいと思っております。それをステップで分けていきたいなと思っています。これだけは絶対にしてはいけない、やりなさいといった部分で、ステップ1、貧乏で不幸せにならない。 貧乏脱出、貧乏に落ちない。ステップ2、ケチになってはならない。ケチは貧乏への道。節約とケチの違いを知る。義を見て義を思う。論語の考えに従いまして、ステップ3では豊かな人生を得るために必要なこと。こちらを講義していきたいと思っております。 抗議するに先立ちましてお金持ちであったり幸せっていうものを、えー、どう捉えるかによって説明する内容は変わってきたりしますなのでここではちょっと説明を分かりやすくするためにあえて便宜的に定義をしたいと思いますあくまでも便宜的にです えー、まずは貧乏ですが、年収500万円以下、あるいは債務超過。債務超過というのは資産よりも負債が多い状態を指します。住宅ローンを抱えている方にとってみれば、多くの方は債務超過にあたうのではないでしょうか。中流階級、年収1000万円前後の方。 これを中流階級としたいと思います。金持ちは年収、所得が2000万円を超えている。夫婦で働いていれば、夫婦を合わせて3000万円を超えている方、この方を金持ちと定義したいと思います。仮に所得が超えてなかったとしても、個人の純資産、財産が1億円以上、この方々も、 金持ちとと定義をしたいと思い思ますそれぞれ貧乏、中流階級、金持ちの日本における比率ですが、55.9%が貧乏、中流階級としては23%、8.9%、10.9%、500万円を超えるところから、 2000万円を下回るとこまで、ここを注入階級として定義づけをしましょう。そうすると40、40%の方が注入。で、金持ちは1.2%。純資産のところで言うと、これは純金融資産なので、上場している株式とか投資信託、そちらの部分になりますが、比率としては2.5%ですね。なので貧乏が 55%、中流が40%、金持ちが5%、まあ、そんなイメージで大まかに捉えていただければなと思います。こちらの比率ですが、年収比率については厚生労働省の調査から、また、純金融資産の比率については野村総合研究所のアンケート調査結果から数字は拾っております。さらに 年収所得のところで言いますと先ほどの所得のところには法人としての利益は含まれておりません当然オーナー企業の社長であれば自分の給与所得とかそういったもの以外にも法人そこに利益はたまっていきますそこの法人の利益についても 金持ちかどうかを考える上においては考慮していい要件だと思っております法人利益が1000万円以上そうであれば金持ちのところに含めていいと思いますただですね黒字の法人自体33.6%という比率ですまた企業生存率は低いです 個人財産、純資産のところでは、先ほどのところでは純金融資産でした。実際、個人財産のところでは、不動産であったり、非常上株式も持っている方は多いです。なので、この財産も含めますと、やはり先ほどの説明した比率のところよりも、金持ちの比率は増えるかなといったところになります。 ざっと状況を整理すると、えー、貧乏が55%、えー、中流が40%、金持ちは5%から10%ですね。なかなか10%は超えてないかなと思いますので、まあ、100人のうち、まあ、10人、5人から10人が金持ちなのかなといったところで。 話を進めていいいきたいと思いますもう一つ幸せこの概念についても説明するにあたってどういったことを幸せと捉えるかを定義づけしておきたいと思いますここもですね人によって幸せの定義幸せの感じ方は違いますのであくまでも説明をする上での便宜的なものとして 捉えていいただければと思いますここでは幸せはウェルビーイングこれを幸せの定義にしたいと思いますノーベル経済学賞を受賞したカーデマンが行ったアメリカでの研究によると年収が7万5000ドル日本円に直すと800万そのあたりですねになるまでは感情的幸福は年収と比例するが それを超えると感情的幸福と年収に相関関係はなくなるということです金物地位のような小さいによる幸せは長続きせず社会的ウェルビーイング身体的ウェルビーイング精神的ウェルビーイングのような非小さいによる幸せは長続きする幸せの4つの因子はやってみようなんとかなる愛のままに ありがとうということですこちらについては慶応義塾大学の前の野隆教授の考えを使っております幸せのメカニズム実践幸福学入門という YouTube の動画も配信されておりますので確認していただけますと幸いです私が税理士としての職業としていろんな方とお会いをしております そういった中で感じることですが、金持ちと幸せとは両立します。むしろ幸せを追求すると、結果としてお金がついて、本当のお金持ちは幸せな人生を送っている方が多いです。今日、便宜的に定義をしました金持ち、幸せの部部分。分、えー、ここの部分を目指す形で、 ステップアップ講座として説明をしていきたいと思います社長のお悩み相談会計で会社を強くするです本日の質問はお金が貯まりませんどうしたらお金が貯まりますかという質問です収入の一定の比率をまずは貯蓄に回してみてください目安は収入の10% 可能な方であれば20%回してみてください。ポイントは、まずお金を使って残ったものを貯蓄するという考え方ではお金は貯まりにくいということです。借金がある方については収入の一定の比率を返済に回してください。 目安は収入の20%です。良い借り入れ、悪い借り入れの違いを知っていただければと思います。3つ目は、過度な節税意識に陥らないように注意をしていただくということです。過度な節税意識は、無駄な支出が増えてしまう原因になります。さらには、 増収増益と反する意識になりますのでそういった弊害が生じます資産保全にも支障をきたしてしまいますこちらは良い節税悪い節税の違いを知っていただければと思いますオガッティライブ実践会計哲学の2回目は1月10日を予定しております 最後にウォルトディズニーの言葉で締めたいと思います。何かを始めるためには喋るのをやめて行動し始めなければならない。ご視聴ありがとうございました。